昔オートバイの大好きな少年がいてね、いたの。ある夜、少年が山道をオートバイで走ってたのね。そしたら真っ白いウサギが出てきて、で少年は白いウサギを避けようとして慌ててハンドルを切ったんだけど、ガードレールに激突してオートバイも少年も転んじゃったの。ウサギは少年の近くに駆け寄ったの。少年はね、照れて笑って、ウサギさん大丈夫かいって言ったの。そして少年は死んだの。お月様が眩しいくらいの夜だった。ウサギは少年の近くに落ちていたサングラスを拾ってかけたの。でもね、それはお月様が眩しかったからじゃないの。眩しかったんだけど、涙を見るのが嫌だったんだよ。